こんにちは犬飛です。今日はですね、転書って何なのって話をしたいと思います。転書、ほんとね、えー、初めて書道を習う方とかは、全然聞き慣れない書体だと思います。転書は、よくですね、パスポートとか、パスポートの表紙の文字とか、あと、あのー、確印、会社のハンコとか、あのなんかこうよくわからない文字が書いてあるじゃないですか。あれなんです。 でこれはですね、書体の中でも最も古いと言われている天書はですね、えー、神と人をつなぐ神聖な書と言われております。もうね、私はもうこういったちょっとロマンチックなものが好きで、あのー、ちょっとゾクゾクしませんか。神と人をつなげたまあその神聖な書を学ぶことができるということは。 私はですね、なんか書道やっててよかったなと思った、えー、のを覚えていますでえまあそれからね、まあ、知恵とか美意識がプラスされて霊書というものになってその霊書が今私たちが普通に読める漢字の原型になっていますなので正直言って天書はもうわけわからんんです。なんかねなんかの記号か宇宙人の暗号かみたいな感じの <laughs>。 あのはっきり言って、えー、書いてあるのをスラスラ読める方は非常に、えー、数パーセントの方じゃないかなと私は勝手に思ってるんですけどもそれぐらいプロが見ても一見してんっていう書き慣れてない人じゃないとわからないようなものなんですが、まあ、それでもね、えー、私たちが文字を書いてある今の時代はこの篆書がなければ生まれてないので。 えーまあね、そういう天章をね今日はねちょっと熱く、ね、語ってみたいと思います天章というものはねもうほんと昔昔昔あの甲骨文字あのほら牛さんとかね、えー、の骨に刻まれていたあのイメージです皆さんもね一度は学校で習った記憶があるんじゃないでしょうかで「笑点」と呼ばれるものを がまあ、私たちが一般的に書いてでまあいろいろ転書の中にも種類はあるんですが、まあ、まあまあ総称してザクッとまとめて転書って呼んでるんですけどまあそこまで詳しく知らなくても転書は学べますのでまあいろんな種類が焦点大典とかいろいろあるんだなぐらい思ってたらいいです。でえー、これはね 小形文字と呼ばれているものなんですけども最も古い書体ゆえにですねなんかねもう本当先ほども言ったんですけども記号かって思うぐらいこれは何の落書きだと思うようなあの古典ばかりです古典ばかりといったらね本当に怒られるかもしれないんですけどこれはもう個人の感想としてお聞きください。で、えー、なんかね もう本当に模様なのでなんかもう不思議な魅力なんですよ、それが逆にですねあまりにもこう幾何学的というか左右対称でありすごく美しい絵に見えるのでそれが均等に並んでいる作品ではもう圧巻されます一度見て欲しいです。 これはどうやったら描けるんだ人間の人間がこんなことまで書けるのかっていう感じで本当にロボットが書いたような均等な古典が残っているこれにはもう感動しかないです。であのもう本当に、ね、こういうことを考えてると当時の人という技術はもう計り知れないものでもうなんかねもうはるかなもう時空を超えた 感動というかそういう自分が古代にこう古代にねこう蘇ったようなこう本当にロマンチックな、えー、夢を見させてくれる書体の一つだと私は思っています。でそれから文化化が進んでですねこれからどん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 。 うん、大天とかいうものになって、うんえー、あそうですねちょっと順番的に甲骨文字金文ができてそれから、えー、ちょっとで、ね、文化が進んで、えー、大天が生まれででも完全なる先行性幾何学的な美しさを示す焦点とこのね大きく3つぐらい、うん、34個に分けられるということですね。 で,ですねもうほんとこれはもう横角水平、ね、右上がりがいいよとか言われている会社とかもう無視無視もう水平水平直線直線大好きそんな感じの書体ですもう左右対称一定の線もうこれさえマスターしてしまえば「天書はこっちのもん」って,って <laughs> 叩かれますねこんな言ってたら。 はい、でも本当そうなんですよ。もうとにかく美しく仕上げるうつ見た目左右対称で幾何学的に美しく見せるということさえマスターすればある程度のものは描けますがそれが難しいんですよね。人間は、ね、やっぱりロボットじゃないので、えー 左は細くなったり右は太くなったりとか非常にあります、まあ、ですがねそれをこなしていくと楷書とかでの細い直線が直線というかね縦角とか横角が綺麗に描けるになるんですよここで基礎を筆のそうですね強弱のつけ方を筆の る、えー、る湾曲の線をででですすね学ぶことができるんですよ天書なんてなんて書いてあるかわからないから好きじゃないっていう方はね、えー、そういう本当にベースのところを支えてくれてるものなんだよっていうことを知ってほしいなと思います。でも書いてればね不思議とね読めるようになるからやってほしいです。そしてやっぱり最大のおすすめは 自由度が増えるんですよ、ね、あのー、アート書道書道アートも見ていただくと分かるけど書の作品って意外と多いんですよあれは模様としてアートとしてより近い存在なので使いやすいというのもあるんでしょうけどそれも理解できる、うん、アートを見てもまあ雰囲気で良さは分かるかもしれないけど その中に込められた文字があると思えば、それも紐解いて知りたくないでしょうか。私は知りたいと思うので、学んでいて楽しいんですけど、そういった意味でも作品を作った。アーティストがどんな思いで、どんな文字を書いたのかっていうのを知ると、さらにね。そういう芸術を楽しむことができます。ぜひぜひおすすめなので。や やって,みて欲しいいなと思いますちょっとね敷居は高いと思われがちなんですけど意外と、ね、も落書きみたいで楽しくできるのでやってみてほしいと思います。えー、っとですね犬飛び書道教室では毎週水曜日の朝に一応5時スタートにはしてるんですけど生配信で点書の基本を、まあ、10分ぐらいで 動画にしております、まあ、その朝ねなかなか生放送の時間に来るとかもほぼほぼ難しいでしょうからしかも10分だし <laughs> それで、ね、アーカイブを残してますのでよかったら、えー、動画チェックしてみてください概要欄に YouTube の私のチャンネルのリンク貼っておきますので、えー、お時間のある時来ていただけたら嬉しいですはいそれでは今日はこの辺で終わりたいと思います。テンショえー、やってみたら 世界が広がります最後まで聞いていただきありがとうございました犬飛びでした